ほんま昨日食べた弥生県のビフカツ全然おいしくなかった。ちょっと俺すごい楽しみやったのになんかほんま残念なでまずいわけじゃないよ食えるよ全部食ったよでもちょほんまにねそカツ食ってる感じ全くせえへんがってちょ、ほんまに誇張したらあのビッグカツあるやろあれを 結構衣まぶしてあげたみたいな感じやったのよ。だから、こう、すごい、困惑。これ食った人わかると思うねんな、でもこの表現。別に、だいぶ誇張してるわけでもないねん、これが。これやねん。1230円。で、俺タルタルつけたから1280円。で、これ見たら、まあ、うまそうやん。普通に。 おーうまっそうやなー思ってでもなこれ見てこれ断面見たらかるけど薄いやろビフカツでほんまに俺びっくりしてんて薄っ思ってそだほんま食ってる感覚ハムカツとかそのメンチカツみたいな感じ でまビフカツはこれや、こういうもんやでと言われたらもう、そうなんやなとしか言いようがないんやけど、ちょっとね、これび、これいただけないね。弥生県のホームページ見たらビフカツ定食評価2.2やったらみんな武田と同じこと言う。<laughs> いや、ほんまやね。俺別、別に嘘ついてるわけじゃないねんて。びっくりしてんから。俺、昨日食べて。<laughs> ほんまや。<laughs> 弥生県っててか、レビューしてんねや。知らんかったわ。 肉が柔らかいですが肉が薄すぎます肉の味や旨味がなく味のついた衣とソースを食べてる感じです残にそうもうなまずいとかじゃないんですよ残念やったおほんま残念やってんや聞く <laughs> すごいなこの人だけやなハムカツとは思うぐらい薄く衣が厚かった柔らかいというか素材の味がわからない衣の味しかないがっかりした がっかりした俺は、初めてコメントします。弥生軒のメニューは大体美いしい。せやねん。俺、弥生軒大好きやねん。好きよな、皆さんも。弥生県行ったことある人って。ご飯おかわりあるし、最近なんかだしとかもあるしさ。あの、漬物も美味しいやん。唐揚げもうまいし、あの、タルタルソースのあれとか俺好きやねん。普通にうまいよな。だから残念やってん、俺は。 そして安い。とても素晴らしい店だと思って、いつも感謝して食べてますけど、これは最悪。見た目がいいから、ビーフカツ専門店の味を想像して食べたら強烈ながっかり感。熱い衣に薄くてふにゃふにゃな成形肉。大人の事情があるにしてもセンスない。駄菓子のビッグカツの方がうまい <laughs>。ほら、ほらやっぱビッグカツを連想とさせんねん。彷彿とさせんねんて。ほんまに、これほんまにみんな思う。 ほんま共感しかないここのコメント欄の人たちこのコメント欄の人たちとやよい県に行きたい,れ武田がいや俺書い、ここ知ってるならここに書いてたわそれぐらいのそれぐらいの衝撃やったまあ値段を1230に抑えるコスト考えたらこれが限界やったんかな期待値が高かったなしかもこれさあこうなんかめっちゃ熱そうに見えへんわかる これ絶対狙ってるよな俺そな、ほんまにんカツみたいなイメージして頼んだんやって。ビーフカツ。ここぐらいまでありそうやん。ちゃんとしたビーフカツ見よう。ビーフカツそうだ、ビーフカツ自体俺、別にそんな食ったことなかったから、楽しみやって。ビーフのカツってあんまないやん。あ,あ、うまそう。うまそうすぎるやろ。これを、まあ、そら1230円でこれ求めろって言ったら、ちょっとあれよ。 さすがにそれはいけないけど。いや、でも、でもなぁ。でもさぁ。お腹すいてきたんです。ちょ、ビーフデキ見よ。お腹すいてきたらビーフデキの画像見たかこれひどい。ほんまに。<laughs> これほんまにひどいから。マジで。X でエよいけのビーフカツ調べた駄菓子のビッグカツの方がうまいって意見ん。だからそうやねんって。みんなそう思うねんって。だ、食えよ。今ちしか食えへんねんぞ。このビーフカツ。 レモンのやつにすればよかったって後悔して俺も後悔したスーパーのお惣菜のかつ想像しながら食うと思ってなかったもん弥生県の飯を1280円出して